ちょっとがいいのか。確かに。これ今何時ですか日本。朝7時。朝7時か。朝7時か。じゃあこの夜。夜7時。うん。あ、夜7時だ。さあこれ今同時でやってるからびっくりするかもしれないな。確かに。これ今こっちが僕ね。そっか。うん。猫児は私です。はい。今ロサンゼルスに僕の自宅にいますけれども、はい、今日はあのニッシーがお仕事でロサンゼルスに来てるの で、 どうもです。僕の自宅の方に遊びに来ましたね。お邪魔しております。僕のスタジオに今いますけれども、今日はもうミュージックビデオ終わって、はい、ちょっとだいぶ飲ませて、だいぶ飲ませちゃった感じのニッシーが今日初めて、だいぶベロベロの状態でニッシーがインスタライブやるのは初めてですか？いや、多分、ベロベロっていうかその、多分ここまで多分酔っ払ってないと思うんですけど、まあ、2回、今回で2回目ですけど、あの、これぐらい酔っ払ってんのは多分、あの初めてですね。そんな状態でニッシーがねインスタライブやる、うん、やりたいっていうからやってるんですよ。どうもダブル高弘です。どうもそうですよ、ダブル高弘。なかなかないですよこれ。なかなかないですよ、はい、本当に。どうでしたか今日の撮影は。今日の撮影ですか。あんまり細かくは言えないんですけど。そうだね。そう、多くは言えないんですけど。シークレットだ。シークレットです、うん、まあ無事に終わったなってじゃないですかね。無事に終わったな。今日これ何飲んでるんですか。これはですね、日本酒ですか。そうです。タワ君が勧めてくれました。ドゥ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 。八海さん。八海さん。普段お酒飲まないのに。本当です。無理やり飲ませて。本当です。気分は上々ですか。気分は私はワインでございます。そうですね、なんかおしゃれにワインなんて、ね、うん、そうなんですよ。すいません、久々だよね会うの。そう、うん、ちょっと前にご飯屋さんでばったり会いましたけど、はい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 、がっつりこう会ったのはコロナ禍以来ですか。そうですね、一回緊急事態宣言が明けたみたいなタイミングの時に。そう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 、うん、そう、じゃあちょっとお話ししましょうみたいな感じで。そうそうそうだ。ダブル高弘が、ダブル高弘がその時にこう初めて集合して。それがだって2実質もう超前だよ。そう、超前とだり2020年だから。そうだね、うん、3年ぐらい経ってんだもん。やばいよね。やばいね。今日はこれ何のテーマなんですか。今日インスタグラム、今日はこれ。ああ、なるほど。これ2人合わせて結構まあまあな人見てみましょうか。いや本当にすごいですね。日本は今夜の7時ぐらいですけれども、うん、そうですね。なんか近況報告とかあるんですか。近況報告、多分同じ画面で喋るの本当コロナ禍で、うん、あのリプロジェクトやった時にインスタライブした以来じゃない。うん、そうですね。そもそも職業も全然似てるようで。そう、やっぱ違うし、うん、でもまあ年代は一緒だし、うん、みたいなところでね、なかなかずっと、うん、交わらなかったですけれども、はい、あのリープロジェクトきっかけに交わって。そうですよ、ロサンゼルス来たよっつって連絡くれて。ねえ、で俺めちゃくちゃ酒飲まして今こんな状況ですけれども。そうですね。これじゃあちゃんとあの日誌のファンに説明した方がいいんですけど、僕の多分、うん、あのいつもフォローしてくれてる方々は、うん、もう別に、あ、別に、あ、始まりましたなって感じだと思う。まあ、久々だけどインスタライブは、うんうんうん、なんかちゃんと日誌から説明した方がいいんじゃないですか。この関係をですか。関係もそうですし、いろいろその なんで今インスタライブやってるかとか。ああ、そうですね、
とあるスタッフが、はい、会えたんだったら、うん、その D プロジェクトの曲をワンフレーズだけでも歌ってくださいと。そうな、ニッシーだけ参加できなかったからね、いろいろ ねやっぱメンバーとかグループのこともあったしね、うん、そうなんですよ皆さん。いろいろね、やっぱりアーティストって一人で動いてないですから。そうですね、うん、いろんなことが重なるとね、なかなかそういうこと難しいですけど、うん、やっぱあなたちゃんとしてんね、進行をさ、うん、すごいこう進めていきますよね、ちゃんとね。進行あなたも得意でしょ。しますそうですね、する方でだと思うんですけど、今日で酔っ払ってるんでしょ、なかなかできない ね、でもこんな酔っ払ってるにしみるのなかなかないんだよ、みんな知ってる。なかなかないよ。でも勢いでやっちゃってるけど。そうですね、すごいね、うん、この時間でもこんな見るんだね。でもめちゃくちゃコメント来てますよ。確かにっていうそのね、流れうまいですよね、やっぱね、うん、めちゃくちゃコメント来てますから。ちゃんと一個一個拾ってあげてもらっていいですか、西井さん。フォローしました。あ、すごい、フォローしました、いっぱい来てますよ、ありがとうございます。なんかせっかくやってんだから面白い話した方がいいと思うな、西井。そういう無茶ぶりを、何、楽しい話、うん、そもそもだって多分見てる側からしたら、リープロジェクトの時もそうだったと思うけど、うん、なんでって思ってると思うよ。だからそれは、だからすごいね、あなたの振りね、それね、うん、だからそうじゃん。私が生まれて初めて DM 送ったんですよ。そう、 DM 来たの、ニッシーから。やばいね、ニッシーから DM 来た。ファンのみんなは私にもって思ってるかもしれないけど、生まれて初めてDM というものをやりましたね。むしろリープロジェクト自体は、あなたもちょっと酔っ払ってますね。いや、酔ってない酔ってない。ちょっと日本語と英語の狭間で言うから、あれ、リープロジェクト自体は、うん、もともと実は清水翔太とやるってなったけど、まあ、ニッシーが DM 送ってきてくれて、でそれがきっかけで、なんかこうニッシーがね、このコロナ禍で何かやっぱりそのみんなの勇気とか希望とか愛とかそういうものをやっぱりもうちょっと復活させたいっていうところで、うん、なんか一緒にできることないかなっていうのが一番最初だったね。そうですね。でもなんかこう2人でやってどうのこうのっていうよりは、俺的には、まあ、俺の意見だったけど、もっといろんな人たち絡めてやりたいなっていうので、うん、じゃあちょっと何か考えますみたいなところでちょっと一回連絡ストップして、うん、で翔太とやっぱりまあずっと一緒にいろんな話してたから、うん、翔太と話して、じゃあこういう形でやろうみたいな感じでスタートしたっていう、はい、で意外となんだかんだ言ってニッシーがDM 送ってなかったら、多分自分がもし思い立ってリープロジェクトやったとしても、多分ニッシー誘ってなかったかもしれない。わお。だってほら、だってそれまで別に仲良かったわけじゃないから。てかそうね、ほんとね、うん、うん、なんならワンオクロックとか思ってたでしょ、どうせ。どういうこと、ワンオクロック別にみたいなの思ってたでしょ。いえいえ、思ってません。咳がもうちょっと酔いすぎて咳が喘息が出ちゃってる。ちょっと今日そういう場面多くなるかもしれないですけど ね。でもそんだけ生でやってるっていうところで理解してもらえたらいいですけどね。お願いします。はい、はい、そういう感じです。で意外とね、ニッシーがDM 送ってくれんかったらここまで至ってないね。そうだね、うん、まあ、グループでね、いろいろ大変な時期もあったし。そうだね、うん、なんかこう難しかったけど、でも参加していただいて、うん、すごくあのプロジェクト自体はやっぱりいろんな人に聞いていただけたから、すごい良かった。いや本当に、うん、ね、なかなかね、やっぱりこう、もともと僕もそういういわゆるなんかダンス的なアイドル、うん、アイドルはまあ、 あれだけど、まあ、バンドとは違う形態で活動してた身として、はい、何かこう日誌にも通ずるものがもちろんありますし、でもそういうところで、だからこそこう僕はバンドやって、西井はやっぱりこうソロアーティストとしてこうやっていく中で、なかなかこう交わるっていうよりも、こうなんかこうお互いこう遠目からリスペクトし合うみたいな。いや本当ね、そういう関係値でなんか成り立ってたじゃん、うんうんうん、でもやっぱリープロジェクトのおかげで、まあ、こういう感じで今
こうやってインスタライブできてるっていうのもまあすごいことだなと思うし。いや確かにすごいね。えがっつりまとまったね今。がっつりまとまった。でももっと自分の口から喋った方がいいですよ。いやそれはもうちょっと待ってね。くしゃみ、いやごめんなさいゲップこれ俺が怒られるやつじゃん西野さんは、うん、何うちの西に飲ましてんだよってなっちゃうからこれ。そうね、うんうん、大丈夫ですよ大丈夫ですよ、うん、なんかないんですか話すこと。いやいやそれはもうあのいろいろあなたには感謝です本当に。いやいや 何をおっしゃいますか。何なんですかそれいやいやいや本当に感謝してますよ本当に。いやこちらこそですよ。もうあなたがその本当に一回ね若いっていうか20代前半かな、はい、前の時に一回お会いして。そうなのよ、ワンオクロックのライブにね来てくれてるんですよ西一回。そうなんかなんでだろうね、なんか、うん、まあ、同年代っていうのもあるし、うん、なんかいろいろどういう活動してるのかなっていうチェックも含めて、うん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 、で見に来ていただいて、その時多分ちゃんと挨拶して大人になってたよ、うんうん、多分会って話したのが多分超久々だったよね。そうだね、うん、楽屋のところでね。そう、うん、ぶっちゃけどう思ってたんですかワンオクロック。それまではそれまでも前まではっていうか、あの俺がきっかけで知ったのはあの日高が、あの、うん、そう聞いてみなよってところから始まって何この歌うまいやつみたいなところから始まって、うん、うん、ありがたいですけどねそんな言っ いやいや本当です、いやいやありがたいですよそんな歌うまいやつねっていうところから始まって、うん、そうねこの辺の話とかあんましたことないね。だって知らないと思うよファンの人たちは。確かに特に西のファンは。そっか、うん、でそれでドラマとかやってたりとかあったから、うん、その時何やってたドラマ。その時なんだろう、あタンブリングドラマかな。ああね、うん、三浦翔平と。そう翔ちゃんね。翔平もねもう大人になっちゃいましたから ね我々とは環境が今も違いますからね。確かに。でも年取ったな、年重ねたなか年重ねたなっていう感じだけど、うん、でも俺的には今日こうやってなんか自分の仕事で来てんのに、うん、なんかタカロスいるしちょっと会いたいなっつって来てくれるのすげえ嬉しいんだけどね。ありがとうございます。いや本当に、いやそれにこう会おうよって言ってくれてありがとうございます。今日ねめちゃくちゃ俺料理してたんですよ。いや本当に来る言うからめちゃくちゃ頑張って料理してさっき食わして、うん、でも食ってんだから飲めっつって飲ましたらねちょっと酔っ払っちゃった、うん、酔っ払いましたね。でもせっかくだからこういうタイミングだし、うん、日本でこうやってかしこまってじゃあインスタライブやるとかないじゃん。だこういうロスにいてそういうこともあったから、じゃあなんかねこれからもきっといろんなことで何かこうあるかもしれないし、はい、なんかこういうタイミングで一個こうエンターテイナーとして何かこう発信できることは発信しようよみたいな感じで今こうやってインスタライブやってますけど、はい、今日ねカレーじゃないんです。カレーも食べましたよ実は。カレーも食べました実は。実はなんだかんだ言って3日連続で来てますうちにです。はい、カレーも食いましたね。うん、カレーも食いました。ちょっとカキカレーじゃないですけど。そうですね、お互いちょっとアレルギーがあるのでね。そうすごいねあれ本当にスパイスから作ってね。そうなんです。あのとろみを出すのもすごいね。そうなんです。だってあれさグルテンないわけじゃないですか。あれグルテン入ってないです。ってことでとろみ作るの大変じゃないですか。そうスパイスともうことごと煮るのと、うん、もうその2択でこう勝負していく。いやすごいよね。で俺のこと気遣って生姜が入ってて。そうなんです。いや愛ですよ本当ね。すごいこの人料理は愛です。この人本当すごいんですよ本当に。ちょっと飲んだ方がいいんじゃないですか飲んだ方がいいんじゃないですか本当にこうやってね30超えてくるとこういうバカなことしだすんです。そうですね、はい、確かに。なんかね今年そうだな30。西はちょっとボケる上ですけど。そうですね、うん、でも逆に言うとお酒とかはもう全然飲んでこなかったでしょ。いや本当にねえドキドキ言ってる。ドキ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 しドキドキドクドクしてるドキ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 言ってるってなんかあれじゃないですか。ちょうど俺
すごいなって思ったのが、うん、俺らがちょうどドームツアーやってるとか、まあ日誌の先なんだけど、日誌が日本でドームツアーやってる時にちょうど僕らもかぶさってバックナンバーとかと一緒に、まあ、一緒にっていうか同じ時期にドームツアーやってたじゃないですか、うん、で俺ステージでも言ったんだけど、その日誌と、うん、多分バックナンバーさんが先に札幌ドーム切ったんですよ。はい、で、うん、俺はもうそれが悔しくて、最初のこのやっぱりこう、うん、なんて言うんですか、ドームツアー切った時は、うんうん、やっぱりこうドーム絶対札幌無理だろうと思ってたから、はいはいはい、絶対そんな無理だ、同じです同じです、だけど発表した時に札幌は来ないんだってインスタライブでめちゃくちゃコメント来たの。あ、その時にね、そう、うん、で俺はそれすげえムカついて、うん、いやいやできないんだじゃなくて、うん、そのいろいろ大変だし、あとお前ら来ないだろっていう、そんな簡単じゃないんだよ札幌ってっていう、まあ、ミュージシャン的な感覚でのその、まあ、感覚があった、うんうん、だけどあんだけファンの人から煽られて、うん、いやもうだったらやるしかないだろうと思ってる矢先にスケジュール見たら、ちょっと待って、ニッシーとバックナンバーさんやってんじゃんみたいな、おいふざけんな、なんでだよ、なんで俺らだけできねえんだよみたいな感じで、うん、まあ、僕らも勢いづいて切ったんですよ、うん、なんか同年代でドームツアーやるって、それがソロだろうが、うん、別にグループだろうが、うん、バンドだろうが、うん、どんな形だっても僕はすごいことだなと思ってるんです、はい、でもちろんあの諸先輩方にはそれをこう超えてきてらっしゃる方当然いる中で、うん、やっぱりそこのこう壁ってなかなか超えられないじゃないですか。そうですね。でもそれを超えてきたアーティストっていうところで、その、まあ、ニッシーのが先にやったじゃない札幌ドーム、うん、でしかも故郷じゃん。そう、いやなんかすげえいいなと思って、うん、まあそこの会場に多分行かれた方この中にもう何百人何千人何万人といると思いますけれども、うん、いやなんかね、俺はあれがあったからこそ逆にこうすごくなんていうのかな、自分たちもやらなきゃなってこう思えたのはすごいね、真面目な話すごいあったんですよ。すごいね。そう、本当にありがとうございます。すごいねって何をすごいねって、喋れてることが、え、いや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 、それもそうだけど、なんて言ったらいいんだろう、なんかまず俺が嬉しいことは、あ、俺のことをそう見てくれてるんだ。いや、そりゃそうですよ。やっぱそれは嬉しいですよね。だって僕は本当にあなたがずっとこう歌ってる姿とかをこう会ってなくても僕もこう見てたし聞いてた人だったん で、 でやっぱすごい尊敬するとこめちゃくちゃあって、高君にはもうめっちゃあって、まあ、なんかもうなんだろう、細かいこと言い出してきりちょきりがないから、うん、ただね、そのこの人のそのなんて言ったらいいかな、仕事に対するというか、僕で言うんだったらそのエンターテインメントに対するというか、まあ、この人がずっと追求してるのはロックだけども、なんかその追求してっていく過程の中で、うん、まあ折れそうになることって絶対あるんですよね。ありますよ、うん、それはあるんですけど、この人はすごいのがこうなんだろう、自問自答をこう自分でしていくんですよね。でそれなんか分かんないけど、自分はこう遠くでこう映像とかさ SNS とかでちょろってこう流れてくる君のライブだったりとか、うん、まあ、そういうの見てて聞いてて、こうなんだろう、言葉、うん、合間合間曲の合間に言うみんなに投げかけるその言葉たちだったりとか MC の言葉だったりとかも含めて、あ、この人って結構こうなんだろう、もちろん頼るときは人に頼るだろうし、うん、だってね、私たちはその一人でできるものではないから、うん、そういう助け合いはもちろんある中で頼る部分もあるんだろうけど、うん、基本的にこの人の進め方って自分に解いて自分で答えていくことをほぼそういうことでまっすぐ進んできた人なんだなと思って、うん、まあ、めちゃくちゃ男っぽいってことなんですけど、なんかその姿が話したことほぼないんですけど結構それを感じることが多くて、
で俺がやっぱこうちょっとうわきついな折れそうだなとかって思う時に偶然こう出てくるのはこの方なんですよ、うん、もうそれぐらいなんか自分の中では遠くにいるんだけどすごくこう尊敬してる人というか。でリプロジェクトの時にいろいろあの瞬間コロナ禍の時にこう悩んで、で悩んでも多分ねこれ全然こう自分の中で答え出ないなってなってた時にふとこの人思い出して、これちょっと前本当にもう数年前に連絡取ってから一回も連絡取ってないし、いやこれはちょっとこのタイミングでなんかこう連絡したりするのもなんかな、なんかなんて言ったらいいんだろう、こう都合の良さを感じてられても嫌だなとか、うん、別にそのつもりはないのに、うん、でもタイミングもタイミングだったし、うん、みたいな。でまあやっぱ悩んでるしなんかすごいこの人に聞きたいことがたくさんあると思って、で DM 送らせてもらって、なるほど、うん、話なくなっちゃったけど、うん、なんか僕のこう音楽活動をしている中でこうふとこう出てくる人なんですよ、この人は。僕の中ではものすごくそのなんかがあるんですよね、僕の中でも。この感じでインスタライブとかやってて大丈夫だから、俺ちょっと心配になってます。あ、本当っすか。このなんかこの感じ大丈夫？大丈夫だ。大丈夫。すごくプライベートだけど。そうね。うん、そうね。いやなんかすごく嬉しいことを言ってくれたから。いやそれはそう、それはそうです。俺も嬉しいことたくさんあるんですよっていう。ああ、もう僕もめちゃくちゃ今聞いてて嬉しかったけど。はい。じゃあそれじゃあ一旦そこここまでにしとこうじゃん。うん。なんかね褒め合いも気持ち悪いからね。確かに。何やってんのって話になるからね。どこでで、ね。うん。まあそういう感じですよね。うん。そうなんですよ。うん、ね、うん。まあ意外とだからそのあとねそう共通点が多いんですよ。そうそうそう。高弘もそうじゃないですか。そうですね。その俺らが俺海外に行くときに絶対使ってる財布があるんですけど、この人は俺が財布をポンってテーブルの立ち上げて、なんでお前持ってんのとか言われて、はとか言って、つってえとか言って、なんでここなんだけどつって、ああえ同じ財布じゃんみたいな話になって、そうそうそう同じやつね、そうパスポート入れね、そうびっくりしましたねあれね、びっくりした、自分のかなと思っちゃったけど、そうね、でもどうですかロサンゼルス来てみて、どのくらいぶり？いつぶりだろう前来たのいつ、でもアパレルとかで撮影しに行ったりとかたまにあったから、ああねって考えると1年ぶりだけど、それもしなかった場合はもうコロナ前だね。どうロサンゼルス気候とか含めて。あでもさここ最近ちょっと湿気多いよね。そうだね雨がね、うん、なんか結構降るようになってきたロサンゼルスも。で私的にはそっちの方が好きなんですよね。あえ雨が降ってる方がいいってこと、湿気がある方がいいってこと。意外とそれでも日本の方がいいじゃん。いやまたちょっと違いますよね。日本だとちょっとジメジメしすぎてる、うん、なるほど。なんかこの夜中の時間帯のひんやりした感じ最高ですよね。外寒いからねロサンゼルス、うん、多分今日本にいるみんなは分かんないかもしれないけど、あ確かに、うん、ロサンゼルスは結構夜は冷えますからね、うん、とても半袖半ズボンで外出れないですよね。膝小僧冷えますよね、うん、そうね、はい、俺も膝小僧、そう俺も膝小僧なんですけど冷えるんですよ、うん、でも冷える本当に冷える本当に、うん、もうじゃ あと何の話したらいいのかちょっと分かんないけど、分かんないね、もういいんじゃない、もう十分ですかこれいや俺思うんだけど、俺思ったのは人も一周して思ったのは、とりあえずここが久しぶりに会えたよっていう報告だけでも全然いいなと思った。そうだね、だってまだずっと見てくれてるから、ね、見てほら、うん、これ本当にありがとうございます、本当全く一緒、すごいねこれね、すごいね、みんな携帯2つ持ってんのかな確かにっていうぐらい一緒よ本当だね。でもあれ以来ね一緒になんか同じ場面で会うのってなかったから、いやだから本当よ、すごくない、嬉しいのよ俺は普通に、いや嬉しいよ、ロサンゼルス来てさ仕事でちょっと行きたいんだけどつって、まあ俺何回か LINE はしてますけどねいや返してるよ LINE もちゃんと、うん、そうですね、うん、返してくれてますね、返してる返してる、そこ話しなくなりそうなんでやめてきますよじゃあ、いやいやいや返してるよ LINE は返してるよ
LINE 返してんだけどね、この人ね、ほんとね、会ってくれないんですよ。そんなことはないじゃない。会ってくれないんです。そんなことない。会ってる会ってる会ってる。会ってるの。まあまあ、今回だってこの3日連続で会う。いや、これはすごいですよ、ほんとに。あなたもね。3日連続で。ずっと仕事してんのに。もう、飯食いてえだろ、なんだろ。もうね、今日もこの人がミュージックビデオ撮影がね、うんうん、まあ、おそらく一応終了って9時だろみたいな、うん、分かりましたよっつって、じゃあそれに合わせてさ、うん、まあ、スタッフの方もいるだろうから、うん、店も閉まってるから、うん、まあ、近いしさ、うん、あの遊び来たらいいやんっつって、うん、飯作って待ってあげるからっつって、はい、で待ったら、まあ、もうどん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 押して、うん、なんなら最終的にちょっと来るのもなんか申し訳ないみたいになって、本当に、いやでも今せっかく用意してるから来てよっつって来て、うん、まあその要はもう遅れた代償で飲まされてるみたいなところあるね。まあ、確かにそうかもしれない。でもやっぱりこんだけ2人でさ、うん、こうやって会って話すこともないし、うん、まああのリープロジェクトの時もほら、あの西がさ大変だった時期があったからさ、はい、まあ、やっぱりこう参加できなかったのもあるし、うん、じゃあそれの、うん、まあ、穴埋めじゃないけど、うん、じゃあ一緒になんか今日日誌のファンとかさ、うちらのファンに何か報告できたらいいねっていう形でこういう感じで今やってるわけでございます、はい、ただそれだけです、はい、それだけです、はい、本当にそれだけです、はい、飲んでも変わらないこの美しい顔。いえいえ、変わってます、変わってますよ。もうそれなりのおじさんです。本当にもうそれなりのおじさん、もうおじさんですよ。もう私たちもね、おじさんです。30超えてますから。だからまあこれを機にまたいろいろなんかね、いろ、うん、んなことできたらいいし、はい、楽しめたらいいなと思ってますけど、はい、もう明日帰るんでしょ。そうっすね。ね、うん、大変だな。いや、あなたもねすごいね、あんたも本当に行ってきて行ってきて、そう、もう行ったり来たりでやってますよ。いや、もう本当その活動も本当リスペクトだわ。来年とかのなんかいろいろ予定は決まってるんですか？特にない、まだ未定。未定、未定か。あなたもでしょ。だって僕も来年はまだ未定ですね。うん、なんかいろいろこうお互い同年代として、まあ、全然ジャンルは違いますけど、はい、でもなんか一緒に頑張っていけたらいいなと思ってます。そうっすね、はい、はい、それも一生懸命頑張ろうと、うん、はい、頑張りましょう。そうですよね。頑張らないとですよね。頑張らないとですよ、それは。そうですよね、西さん、やっぱりね、うん、待ってる人がいますから。そうですね、頑張らないと。おっ、そうですね、すごい、こんなくだらない会話なのにまだみんな見てくれてる。なんかコラボとかしたことあるんですか？あ、僕はいつもやるんですよ、これこれコラボして、うん、じゃあ2人ぐらい会って締めるかみたいな。それがね、なんだかんだ言って結局2人とか1人で喋ってると限界があるんですよ、うん、はい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 、だからその限界を迎えそうな時に、うん、じゃあリクエスト見て、うん、お互いなんかこういろいろ話をして終わろうみたいなのがある、そういうのはやらない。やったことないですね。あ、ファンの人と交流したことない。そういう形じゃないですね。うん、やってみようよ。じゃあもう、いや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 、だってこれボタン押すだけだから。いやいや、分かってるよ、これ見てる人。分かってる、分かってる、分かってる、分かってるよ、分かってるよ。それやったことないんだ。うん、やったことない、やったことない。やってみなよ。え、絶対怒られるもん、これ。え、怒られる？誰に怒られる？何じゃ。ちょ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 、現実的な話すんのやめてもらっていいですか？じゃあ俺のでやったらいいってこと？あ、じゃあもういいんじゃない？お前付き合ってんのみたいな来てるから。付き合ってねえよ。付き合ってねえよ、ダブル高弘だよ。俺のだったらいいんだよね。どうぞ。それはじゃあいいじゃん。で今こう、そしたら急激に多分これがね、こう流れてくるんだ。ほら、あ、あ、違った。ほら、それを言ったからだよ。あ、なるほど。え、うわ、時差だ。うわ、すごーい。あ、それはじゃあダメなのね、いろいろ。そうだね、こっちは今やっぱこうそんなしないでって言ってる人がいますね。あ、そうなんだ、すげえ、うん、ごめんね。ほら、え、どれどれ、お願いやらない。あ、ほんとだ、ごめん、俺が悪いわ、それは。じゃあ確かに、確かに、ちょっとあの、いや、え、そうだね、確かにね、こっちでやればいいのか、じゃあ、うん、ごめんね。なんかそれはまたちょっと違う、やっぱり違うんだって、いろいろ、うん、ごめんね、俺だから全部言って、俺にごめんね。この人悪くないから、もう俺の勝手な感じだから、申し訳ない。それはそんなことないって。いやいや、申し訳ない。そりゃそうだ、いろいろ個人個人いろいろあるからね、フォーマットが。
久々なんでね、ちょっとね、じゃあ、じゃあ一人だけ、一人だけやって。でもちょっとこれもうあれだな、多すぎて。あ、そういうことか。そうなんですよ。だってもう すごいですからね。もうほら、ね、もう一気にこっちに映ったね。すごい。西野のファン怒んないで。そういうつもりで言ったんじゃないんだよ。うん。そうよ。お互いのこのね、あんまりそのお仕事の状況がどういうものかっていうのはあんまりよく分かってないからね、そういうことも言っちゃうんですよ。でも本当そうだね。だってジャンルが、そうジャンル違うからな。なのに合ってんのすごいよね。うん。こうが。まあぶっちゃけ言ったら合わなくてもいいからね、別に。まあまあね。うん、極論言ったら。うん。でもなんかうちらの世代ってそうじゃないじゃないですか。うん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 。なんかそんな別にね、うん、ギスギスする必要ないっていうか、うんうん、実はみんなつながってるから、うんうん、別にそんなことを気にする必要ないんだけど、でももちろんそれはもう分かります、うん、すいません。僕のせいです。だけどなんだけど、なんだけど、どれをしていいか分かんないんだよな。 どうしようかなね。なんかある？いや、むずいね。違うな。ね、これここに来てんのかな、リクエストが。どっちにしよっかな。これなんかこうコメントがもうちょっとこう分かりやすい方がいいな。さ、こうニッシーって送ってみて。ニッシーって、いっぱいあんのよ。本当だね。それでリクエストする、リクエストがね、もうなかなか開かないんだよね。あ、でもほら来てるよこれ。今もうカラカラだよ。あのお酒で。俺これ日清のファンに絶対後でもうすっげえ怒られるんだろうな。怒んないよ。すっごい怒られそうじゃん。性格真逆だしな、しかも。いやほんとね。ドネガティブだからね。そんなことはないでしょ。そう、それはない。ドネガティブではない。どれだ。いや、いないんじゃない。いや、いっぱいいるのよ。だけど、うん、どれがどれなのか分かんない。だってほら、これがこうなってるから。あ、ほんとだ。もう完全にそうなのよ。ニッシーって送って、ニッシーってみんな。誰がいいかな。せっかくだから、せっかくだからやっぱほら、こっちでできないことこっちでした方がいいじゃん。ニッシー大好きな人いないかな。なかなか送ってこない。選んで、ニッシーじゃん。こっちじゃないよ、こっちで。あ、すいません。いいよ、行ってみよう。どうやってやんの。いや、わかんねえんだよな、俺も。いや、恐ろしい、それちょっと。あ、これじゃない？あれ、来ねえな。あれ？ビビった？向こうがビビったパターンかな、これ。ビビったのかな、ちょっと向こうが。そうだね。うん、これちょっとやっぱあの私たちちょっと2人でダブルだけでパワーあるんじゃん。パワーがね、ちょっとやっぱそこに対して夜7時早いか。そうだね。ちょっと何かこう書き込まないと無理か。いやでもね、なかなかないのよ。なかなか他ないのよ。じゃあないのよ。ほんとなんか面白いコメント一つもないのよ。なんかこうせめてさ、こう、あ、じゃあこの子言ってみる？したいですって。
これでダメだったらもう、みんなやる気ないのかな。あ、来た。あ、ガッツさまです。お疲れ様です。あれ、聞こえない、あ、なんだこれは、うん、あれ、声が聞こえないです。あれ、それじゃダメだ、じゃあもう一回切ろうじゃん。あ、聞こえます、聞こえました。聞こえる？はい、聞こえます。なんかすごいなんかやる気ない感じでインスタライブ見てたね。あ、いや、あの、本当に来ると思わなくて全然気にしてなかったです。あ、気にしてなかったんだ。名前なんて言うんですか？りょうたろうです。りょうたろうくんか。はい。りょうたろうくんは何してるんですか？あ、普段書道活動してます。あ、書道？はい。どんなの書いてるの見してよ。あ、今ちょうどイベントが26日にあるんですよ。うん。宣伝した方がいいんじゃない？じゃあ今。あ、宣伝します。うん、宣伝したら切ってじゃん。宣伝したら切って。全然、こんなのでよければ。見えるかも。あれ。あ、すごいじゃん。マジか。ちょっと待ってください。あれ？見えるかな？あ、すごい。すごーい。はい、見えます。かっこいい。これ逆になってんのかな？逆かな？なんて書いてんのこれ？書道？書道パフォーマンス。はい。へ、はい、すごいですね。あ、ありがとうございます。ずっとやってるんですか？あ、やってます。小学3年生の時からやってます。あ、それは、今いくつなんですか？はい、27です。あ、じゃあ、長いんだ。長いです。じゃあ文字にはすごくゆかりがある方なんですね。宣伝してよければ宣伝していいですか？どうぞ。はい、どうぞ。2020年コロナ中で、なんていうかな、カンボジアの教材に自分の表紙選ばれました。すげえ。それはでも過去でしょ？過去です。で、未来の宣伝しないと。未来の、そう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 、未来は日誌とタカと東京ドームでパフォーマンスしたいです。それは宣戦布告ってことですか？それでもさ、でも俺らが2人で東京ドームやらない限りは叶わないよ。なんですけど、まあ自分で東京ドーム目指したいなと思ってます。へぇー、すげぇ。でもかっこいいかもね、書道で東京ドームも、うん、なんか書道でやってる人で東京ドームやってる人誰もいないんですよ。そうだよね、確かに。なんでまあ難しいんですけど、なんか一発かましたいなっていう気持ちはあります。それはでもあれかもしんないな、俺もう東京ドームあんま好きじゃないからもうやらないから。日誌に。日誌にお願いした方がいいかもしれないな。その時は見に行くからでも俺な。いや、めっちゃ見に来てほしいです。見に来てでいいの？ステージ無理やり立たせればいいじゃん。いや、本当に二人めちゃめちゃアーティストとしてとか人としてもリスペクトめちゃめちゃしてます。嬉しい。でもすごいかっこいいね、文字、本当に冗談抜きで、うんうん、すごかった。宣伝用で今作ってて、その文字がつなぐ。そうなんだ。あ、つなぐ、つなぐで。あ、かっこいいじゃん、めっちゃ。で、自分の名前もっと言った方がいいよ、せっかくだから。あ、インスタでいいのかな、なんか。なんでもいいんじゃない？はい、りょうたろうっていう名前で。りょうたろうってでも日本全国めちゃくちゃいるぜ、名前。ちなみに多分そうなんですよね。そうですね。でも一応英語と日本語でどっちもりょうたろうっていう風にアーティスト活動してます。一応海外でもやって、パリの国際コンクール
とかも出たりしてるんで。すごいね。あのルーブル美術館の、はい、展示してもらったんです。いやもうガンガン行ってよ。行ってた方がいいね、それは。そうなんですよ。なんで直近だと、その地元で、子供たち1000人集めて、パフォーマンスします。パフォーマンスっていうのはさ、目の前にでそれと書くってこと？あ、そうです。ね、でも子供たち限定なんですけど。大人は入れないんだ。そう、そうなんです。子供にそういうなんかこう刺激与えた方が絶対いいよね。なんかそうですよね。なんかちょっと次の世代というか、なんかこう若い子にやってもらえたらというか、一緒になんかこう頑張っていこうかなみたいな思いが強くて、はい。いやもう今この場で自分の宣伝できることをたくさん宣伝して去ってください、じゃあ。でも本当にいや嬉しすぎて、やばいんですけど。まあね、なかなかこの2人で一緒にやることもないからね。そうね。みんな涼太郎涼太郎頑張れ、頑張れってなってる。めっちゃ嬉しいです。探してあげてください、みんな。じゃあ涼太郎を、フォロー、フォローとフォローしてください。フォロー、何、俺らが？はい、それをね、マネージャーに聞かなきゃいけない。本当ですか？いや俺と嘘だ。ちなみになんですけど、うん、っていう、あ、編曲、藤永さんって知ってます？わかんない、藤永さん。なんかリサとかの編曲とか、あとなんか誰かやったかな、なんかやってる藤永さん、藤永龍太郎さん、うん、とお友達です。わかんない、俺みんないろんな人に知らないのに友達って言われるからよくわかんない。そうなんだ。ちなみに初めて、東京ドーム行った時、あの、タカさんの、はい、行った時に目の前が、あれ、長渕剛の息子の、長渕剛さんな、剛さんの息子の、名前がどう忘れしちゃいました、今。蓮くんね。あ、が目の前にいました。そうなんだ。それあんまりどうでもいい話だな。いや、ちょっとびっくりしちゃったんで。そうなんだ。いや、でもなんかさ、ありがとう。なんかすごい良かった。一発目でなんか紹介して、ちゃんとしたアーティストで良かった。びっくりした、俺。本当ですか？俺一発目どうしようかなと思ったけど、なんかすごくちゃんと活動されてるアーティストで良かった。ありがとう。あ、嬉しいです。なんか活動でなんかやれることあったら、一緒にやりたいです。そうだな。じゃあ、はい、頑張って駆け上がってくれ。駆け上がります。うん、その時また会おう。はい、お願いします。ありがとう。ありがとうございます。フォローといいねよろしくお願いします。俺らに言ってろ。なんか みんなになんか伝わる。みんなに言ってろ。みんなにね、みんながお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次ちょっと日誌のファン探すから、つないでいい？次、じゃあつないで、そのことだけつないでいい？はい、じゃあつなぐわ。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとう。気をつけてください。体に気をつけてください。ありがとう。はい、ありがとうございます。切っていいよ。はい、ありがとうございます。どうやって切るんですかね、これ。俺もわかんないんだよな。どうやって切るんだろう、どうやって切るんだろう。こうか。あれ、こうか。すっごい見た。これやば。すごい。いく？見てる？おお。どうしよう。見とく？見とこうか。うん。ね、俺に何か知らせが来てる。やばいやばい、もうやばい。怒られるからもうやめようじゃ、うん、じゃあすいません、こんな感じです。すいません。ありがとうございました。すごいよ、ほら、うん
じゃあ一回俺切るわ。いい。一回俺切る。じゃあねー、バイバイ。